今年もよろしくお願いいたします。私、紀藤理恵が静岡県の最新情報をお届けするこの番組、今週号のテーマはこれ、美しい静岡の景観を守り育てる。地域独自の自然や歴史、文化などにより育まれた景観は地域の魅力や個性があり、訪れる人たちに喜びや安らぎを与えてくれます。豊かな自然と調和した魅力ある風景や美しい街並みなど、静岡県景観賞が今年も発表されました。はい、紀藤編集長、静岡農家と湯野村の村で岡村です。よろしくお願いします。どうですか、この湯野の景色は。ここの湯野はこの絶景の富士山と棚田はですね、とても綺麗な街です。僕たち若湯遣いは地元の仲間と湯野の風景を守るために活動しています。荒れてる田んぼを利用してお米を作り、そのお金で苗木を購入し、地元の小中学生たちと地域の森の再生を行う活動をしております。この絶景が見える湯野にぜひ遊びに来てください。農山村ののどかさと富士山、静岡らしい風景です。今年の最優秀賞は三島市文教町のイチョウ並木。イチョウ並木は大正時代に植えられたものでありまして、およそ600メートルの区間に117本という大きなですね、イチョウの木が並んでいる、とってもですね、素敵な道であります。私は中学校がこの三島北中学校でしたし、から子供2人は三島北小学校で学ばさせていただいたんですね。ですから子供の時からこの並木は大変も親しんでおりました。新緑の頃には眺めに来たり、落ち葉が舞う頃にはですね、よく散策をさせていただいている通りです。三島市は今ガーデンシティという取り組みをいたしておりまして、三島の水と緑が財産でありますけれども、緑のここはシンボルの一つでありますので、これからも市民の皆さんとともに大切にですね、守っていきたいというふうに思っております。地域の美しい景観を改めて見直したり、近隣の人たちと協力して地域に調和した景観づくりに取り組むこと、この美しい富士の国静岡をずっと次の世代に引き継ぎたいですね。週刊富士の国編集室からプレゼントのお知らせ。静岡の農芸品、静岡県産青島みかんを5人にプレゼントします。町の風景はみんなで守る。美しい町並みって落ち着きますよね。次号は就職活動応援講座。みんな今年もよろしくね。